鈴木明、鈴木明、鈴木明、1930年9月12日体は日本の科学者、パラジウムを触媒とする方向属化合物の炭素同士を効率よくつなげる画期的な合成法を編み出し、1979年に鈴木、宮浦カップリングを発表、方向属化合物の合成法の一つとしてしばしば用いられるようになり、2010年に ノーベル科学賞を受賞。現在、北海道江別市在住、向川町特別名誉町民。称号は、北海道大学名誉教授、日本学士院会員、理学博士。北海道胆振総合振興局管内向川町、現、向川町出身。1930年、昭和5年北海道向川村、現向川町に生まれる。家業のが、 父の休止により、店じまいし、母が衣類の行商をしながら、学費を年出して、自身も働きながら、大学を卒業した、訓学生であった。向川国民学校、今の向川中央小学校から、旧制中学に進み、苫小牧高等学校、現北海道苫小牧東高等学校、北海道大学理学部科学科卒業。 北大時代に、杉の目春沙大学長に、科学の楽しさを教えられる。1959年、昭和34年、北海道大学大学院理学、研究科科学専攻博士課程修了後、北海道大学理学部助手に就任。1960年、昭和35年、ヒドロフェナンス連誘導体の合成で、理学博士号を取得。1961年、 昭和36年には、北海道大学工学部合成科学工学科の助教授となり、1973年、昭和48年より、同大学工学部応用科学科の教授となった。北海道大学での勤務は、理学部で2年半、工学部で32年半に及んだ。途中、1963年、昭和38年から1965年、 昭和40年までの3年間、実質的には2年弱、アメリカ合衆国インディアナ州のパドゥー大学のハーバート・ブラウンの下で有機放送化合物の研究を行う。この時の経験が、当時助手だった宮浦のりを、現在、北海道大学特任教授とのカップリング反応の研究に生かされ、1979年、昭和54年発表の続き、 宮浦カップリングの発見につながった。なお、ノーベル賞受賞後に、ネギシシと共に、北海道大学触媒科学研究センター、現、北海道大学触媒科学研究所、特別招聘教授に就任。1988年、昭和63年5月には、イギリスのウェールズ大学の招聘教授に就任している。1994年、 平成6年3月に北海道大学を定年退官。4月、道大学の名誉教授となり、同時に岡山理科大学教授。1995年、平成7年4月からは、倉敷芸術科学大学教授を務めたが、2002年、平成14年に退職した。この間、2001年、平成13年には、パデュー大学の昌平教授を、 退職後の2002年9月には台湾中央科学院と国立台湾大学の招平教授を務めている。2009年平成21年にはイギリス科学会特別会員に選ばれた。2004年平成16年3月12日パラジウム触媒を活用する新有機合成反応の研究に関する貢献により日本学士印象を受賞した。2010年 平成22年10月6日、スウェーデン王立科学アカデミーより、ノーベル科学賞受賞が発表された。本人には6日午後6時25分頃、ノーベル財団からの自宅への電話で伝えられた。ネギシエイチベイ、パドゥー大学特別教授、リチャード・ヘックベイ・デラウェア大学名誉教授との共同受賞であった。このノーベル賞受賞の功績により、 平成22年度文化功労者に選出されると、同時に文化勲を受賞することも決定した。2011年、平成23年12月12日、日本学審会員に選出された。パラジウム触媒を用いて、有機ハロゲン化合物と有機放素化合物を結びつける、鈴木・宮浦カップリングを発見した。アリール元とビニール元を伴う有機ボロン酸は、 水や空気に対して安定であり、取り扱いも容易で、使用にあたって求められる条件も、比較的穏やかなものであるため、いくつかのクロスカップリング技術の中でも利用され、安いとされる。この技術は、ARB、アンギオテンシン E リセプターブロッカー、アンジオテンシン E 需要体気候薬というタイプの、高血圧剤や抗がん剤、エイズ特効薬などの医薬品。 殺菌剤などの農薬、またテレビ、携帯電話、パソコン画面の液晶の製造、有機エルディスプレイなど有機導電製材料の開発、製造に活用されるなど、有機合成化学や材料科学などの広い分野に大きい影響を与えた。クロスカップリングはいろいろな物質を作って、その働きを実験することに欠かせないため、新薬、新材料の開発を下支えする役割を担っている。 鈴木はこのカップリング技術の特許を取得していない。しかし、このことによってカップリング技術が普及し、この技術を応用した製品が多数実用化された。鈴木、宮浦カップリング反応に関連する論文や特許は7000を超えると言われる。これについて、鈴木は次のように語っている。また、次のようにも語っている。研究費のために信念を曲げない。 仕事を成功させるため、真剣に研究に対処し、結果を把握し、一生懸命続ける。そうしないと、幸運に恵まれないが心情である。ノーベル賞受賞後、各マスメディアからも注目を集めている。自宅玄関前に詰めかけた報道陣への第一声は、アンビリーバボーダネであった。2010年10月6日の北海道大学での記者会見では、 理科系を目指す日本の若者が減っているのが、大変嘆かわしい。資源が何もない国は、人とその人の努力で得た知識しかない。これから何歳まで生きるかわからないが、若い人に役立つ仕事をしたいと話した。同日放送のテレビ朝日系の報道番組、報道ステーションでは、北海道大学からの中継で生出演したが、番組内で、 古立一郎が間違った弁前館の図を提示して、これで合ってますかといった頃、両方間違ってますと指摘され、その後に出てきた正しい図を提示して、合ってますとの回答を得た。しかし、古立が再び手際の悪さを見せ、鈴木はこれに対し、それ作れたら、ノーベル賞をもらえますよと、皮肉交じりに発言した。この件については、一連の古立の対応を見て鈴木が、 イライラしていると理解され、インターネットの掲示板でも話題となった。10月8日には、産経新聞の取材に対し、2009年11月以降行われた事業仕分けにおける内閣府特命担当大臣、蓮舫、行政刷新担当の、いわゆる、ニーじゃ、ダメなんですか、発言に対し、科学や技術を全く知らない人の言葉だ。研究は一番でないといけない。 2位ではどうか、などというのは愚問。このようなことを言う人は、科学や技術を全く知らない人だとして、民主党政権にいる事業仕分けを厳しく批判した。2010年12月8日のストックホルム大学での受賞記念講演では、自らの研究成果について解説した後、血圧効果剤などに用いられる、鈴木反応は特許を取得していないことを述べ、皆さん、 安心して使ってと呼びかけて会場を洗わせた。妻と二人の娘がいる。妻との出会いは二人が高校三年生の頃で、当時の鈴木は妻によれば、細くて折れそうな人だったという。北海道大学に合格した鈴木からの手紙により、交際が始まった。大学での職を得るまで、妻は保育士として家計を支え、アメリカ留学の際には共に渡米し、 破れた白衣をミシンで繕いタイプライターを打つのを手伝うなどして研究活動を支えたという。二人の娘は共に首都圏在住である。自宅ではあまり学問の話はしなかったという。長女によれば明るくて陽気。そしてお酒が大好き。よく家のテレビで一緒にドリフターズを見たとのことである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。